起きたくないっていうか、はい、ずっとそのまま寝てたいっていうぐらい本当にすごい気持ちいい。毎日の睡眠が楽しみっていうか、うん、朝起きた時のすっきりした感じが全然前と違ったので、はい、ニックさん、ザックさんの人の良さがダダ漏れということで、ありがとうございます。ともにそんな通りです。ありがとうございます。まあその楽しいっていう部分をプロになっても忘れたくないですし、はい、寝れるな、はい、ちょっと30分ぐらい寝てますか。